皆さん、おはようございます。お目覚めいかがですか？今日もがっつり覚えていきましょう。では今日の擬声語、擬態語は、急に怒りを覚える様子。韓国語ではこのように表現をします。울컥、울컥、울컥。では例文を聞いてみましょう。그말을듣는순간울컥했어요。그말을듣는순간울컥했어요。あの言葉を聞いた瞬間ムカッとしました。このような例文でしたね。今日あの人の言葉に怒りを覚えたら、この言葉も思い出してくださいね。では今日も良い一日を。ファイティーン。